はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、ドゥーモドゥーモということで、今日はですね、先日発表された H&M の、ブランクステープルズっていうラインですね。僕も何本か動画にしてるんですけれども、 T シャツとあとスウェット、スウェットパンツ、最近だと靴下とか、キャップとかのアクセサリー類も、発表しているブランクステープルズのラインなんですけれども、なんと、そのラインとですね、日本の、ブランドなんですけれども、東京のブランドですかね、ブラックアイパッチ、もしかしたら知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ブラックアイパッチっていうのが東京のその、東京ストリートのカルチャーからこんななんかインスピレーションを得ている、ブランドになってまして、確か2015年、ぐらいから、スタートしているブランドになってます。僕もよくね、取扱注意とかね、あとブラックアイパッチのそのステッカーっていうのをね、やっぱり見かけることがあって、割とこう、なんていうんですか、有名人の方も着用とかしていて、有名なメーカーなんですけれども、そのメーカーと H&M がコラボするということで、ちょっと自分の中でかなり話題になっております。で、それが3月4日発売ということで、それをね、ちょっと見ていきたいなと思ってます。で、いくつかね、もう写真の方が出ているので、で、今回そのブランクステープルズのラインっていうのが、そのブランクステープルズのラインっていうのがもともと、その、ブランクっていうことで空白ですね。真っ白なキャンバスをイメージしているということで、そこにコラボレーションでいろんなアーティストの方だったりとかコラボレーションしていくっていうのがこちらのラインの特徴になっています。で、今回はそのラインの初コラボっていうのがそのブラックアイパッチということで、ちょっとまさかの予想をはるかに予想してなかったところからのコラボレーションということで、実際今ねこれスウェット着てるんですけども、正直めちゃめちゃいいです。ブランクステープルズのラインめちゃめちゃ良くて、僕も何本か動画にしてるんですけども、めちゃめちゃ買いましたね、なってます。で、今回、で正直このブランクステープルズボディに関してはもう申し分がないので、そこにこう、なんかそのブラックアイパッチのねロゴとか、いろんなこうデザインが入るような感じになってますね。で、割とこの辺はちょっと着る人も限られるかなとは思うコラボではあるんですけれども、割とファッションのこう好きな方だったら、したら割と取り入れてもいいかなという。で、やっぱりブランクステープルズのラインということなので、T シャツ、スウェット、あとスウェットパーカーと、スウェットパンツの、作りになってますね。いや、めちゃめちゃいいですね。で、今回ブラックアイパッチのそのロゴだったりだとか、あとは取扱注意っていうロゴもね、入ってたりとかして、割とこう、もともとブラックアイパッチが確かパーカーで1万8000円とか、で、T シャツでおそらく、確かね、7,000〜8,000円。すいません。ちょっともしかしたらもうちょっと高い安いあるかもしれない。だいたいその辺の、価格のレンジにのブランドにはなるので、おそらくそれに比べるとまだね、ちょっと価格が出ていないんですけども、おそらく、ちなみにこちらのスウェットが、3,999 円だったので、プラス1000円とかなんで、スウェットで4000円とか、で、T シャツでおそらく2000円前後になるかなという、感じになってます。で、パーカーで、4,999 円なんで、おそらく6000円、1000円のっけぐらいかな、という、イメージになってます。で、割と、なんていうんですかね、東京のほんとストリートブランドって感じなので、割とこうね、グラフィックに関してはこう攻めた感じには、なると思うので、万人受けするっていう感じではなさそうなんですけれども、ファッション好きは、やっぱね、スウェット気になるなぁ。スウェットとロンティーで、このオフホワイトのカラーがめちゃめちゃ良くて、このカラーでちょっと何着か買おうかなと思ってます。あとね、このラベンダー系、ライラックっていうカラーもあるんですけれども、ちょっとこの辺にラインナップのね画像載せながらちょっとやっていこうかなと思うんですけれども、で、割とラインナップめちゃめちゃ多くて、で、今回がそのライラックと、そのオフホワイトのカラー、あとブラウン、ブラック、スチールグレーだったかな、5色展開ということで、かなりねラインナップ多いので、完売すんのかなこれ、当日ね3月4日、ちょっと並ぶかわかんないんですけれども、日本限定なんですね。で、ちなみにこちらオンラインでも、購入できるので、おそらく争奪戦になると思うんですけれども、公式オンラインストアでの取り扱いで、ちなみに今公式オンラインストアで初めてのお買い物の方、初めてお買い物
すると 10% オフになるので、あのもしね、あの H&M のオンラインやったことないっていう方はその 10% オフ使ってもあのすごい、お得に買えるのでいいかなと思います。あ、値段出てましたね、すいません、T シャツが1799円、ロングスリーブ T シャツが2499円、お、スウェットシャツ3999円、スウェットパーカー4999円、ジョガパンツ3999円、ショートジョガパンツ2999円、キャップ1499円、ソックス799円、値段が変わってない。激アツっすね。え、値段変わってない。え、めっちゃいいっすね。あ、キャップとソックスはちょっと高いんですけど、他の、あ、で、ショートジョガーパンツもちょっと高い。で、スウェットパーカーは一緒。いや、めっちゃいいっすね。値段変わ、あの、これの何もデザイン入ってないラインと値段あんまり変わらないので、めちゃめちゃお得だと思います。で、一応俳優のね、野村周平さんがこう、まあ、キャンペーンモデルというか、あのね、かっこよく着てるので、ちょっとそんな感じにね、着ていけたらなと思っております。ということで、ちょっとね、駆け足にはなってしまったんですけれども、H&M と、ブラックアイパッチのコラボレーションが3月4日当時発売ということで、一応日本限定みたいなので、ちょっとね、気になる方は、正直僕はもうね、ここのとこね、プラス J だったりとか、その自由三原康弘だったりとかね、気になるコラボレーションあるんですけれども、正直自由と三原康弘よりはもうこのボディなんで間違いなくクオリティは高いと思うので、なのでその辺はね、すごい気になっております。ちょっとね、当日間違いなく買うアイテムあると思うので、またね、買ったらレビューしていきたいと思いますので、よければですね、チャンネル登録とあと、グッドボタンよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you next time。最後までご視聴いただきありがとうございます。良ければチャンネル登録、評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you next time。